左から、アメリカ合衆国大統領ジョージ・ダブリュー・ブッシュ、大統領夫人、ローラ・ブッシュ、福田清子、内閣総理大臣、福田康夫。第34回主要国首脳会議にて、福田清子は、第91代内閣総理大臣、福田康夫の妻で、実業家の峰子馬夫の娘。政治家の桜内幸夫の孫、政治家、桜内義夫の名、実業家、 桜内君雄の名にあたる。茶名は福田宗隆。迎賓館にてアメリカ合衆国大統領夫人ローラブッシュと東京都出身。慶應義塾大学で心理学を専攻し、安尾に卒業論文の面倒を見てもらっていた。在学中に毎日新聞の福田版記者だった義系を開始、福田武夫元首相に就職の相談に訪れたところで、 福田竹雄夫人の三子に見染められた。竹雄も結婚する気があるか尋ねるほど、清子を気に入ったという。客室乗務員に就職が内定した後、ロサンゼルスから帰国した安尾に、君を政治家の女房にしないと諦めるようプロポーズされ、1966年に結婚した。初出馬の衆議院選挙で支持者の前に立つのを嫌がる、安尾に、みんな、 あなたを待っています。期待に応えなければいけません。と話していた。安尾の官房長官時代には、地元に戻れないに夫に代わって一人で選挙区を守った。2002年のジョージ・ W ・ブッシュ大統領の来日の際、際小泉純一郎首相が独身であるために、ファーストレディの代役を務め、ローラ・ブッシュ夫人と茶道でもてなすなどして、信仰を深めた。また、 ブッシュ夫妻の夜の外出地を西麻布の居酒屋ゴンパチに決めたのも彼女であった。第34回主要国首脳会議にて各国首脳の夫人らと2007年11月、安尾のシンガポールでのアセアン関連首脳会議への出席とともにファーストレディとして外交デビューした。清子はシンガポール国立大学病院を訪れた際に父が昔、 アジアの諸国とは心と心を通じ合う、ハートトゥーハートという言葉を申し上げたことがある。あなたと私も、ハートトゥーハートですと、福田ドクトリンのフレーズも含んだ言葉を述べた。12月の中国訪問では、老人ホームや、北京日本人学校、日中青少年アニメ、漫画展を視察した。2008年2月の訪韓では、リアキヒロシン大統領の夫人、 金純玉の最初の外交相手となり、金夫人は清子に、ファーストレディの先輩として、内助の功を学びたいと話した。二人は少子化などについて語り合った。3月28日には、群馬県出身の4人の首相の功績を称える、上州人最小記念室のオープニングセレモニーに訪れた。清子は、県民のお力添えで4人の首相が誕生した。 他の三人は功績を残したが、夫は国民、県民に心配をかけている。政権に固執せず、先人に少しでも近づきたいと挨拶で述べた。5月28日にアフリカ開発会議で来日中のアフリカのファーストレディに母子健康手帳をアフリカで普及させることを訴えた。29日にも三経縁で、河村雅彦外務大臣夫人の春子らと、 首脳夫人らを作動でモテなした。6月の欧州歴法では、1日にベルリンの壁とベルリンの壁博物館を見学し、館長に自作の折り鶴を手渡した。6月5日に東京で行われたフランス料理のイベントで中尾明と共にアペリティフ親善大使に任命された。7月5日に東野湖サミットの出席のため来日したサラ・ブラウニエ首相夫人と、 英国大使館大使公邸で、妊産婦の健康について、講演を行った。清子は、母子手帳が、日本の妊産婦死亡率の減少に役目を果たした、ことを話した。7日には、ザ・ウィンザーホテル東野で6人の首脳の婦人お茶で、もてなした。サミットで、秋江前首相夫人を念頭に、準備されていた首脳の配偶者らの視察内容は、 キヨコ夫人に合わせた内容に再検討されていた。アメリカ合衆国大統領夫人、ローラブッシュと身長は野草より1センチメートル、低い170センチメートルと背が高く、大学在学中はバレーボールをしていた。好物は野草と同じでステーキ。料理の腕前は、結婚当初はキヨコが炊いた飯を食べた野草が、え、というほどだった。しかし、これが、 きっかけとなって清子は独学で料理の腕を磨き、清子の作る料理は好評を博するようになった。30年以上作動をしており、英語が得意なためによく外国人をもてなしていた。戦争室の姉の桜井宗用に指示して、裏千家作動の稽古をしており、1985年に胸高の茶名を得た。茶道中に安倍晋三首相辞職のニュースが伝えられた際も、 清子は全くどうぜず、佐藤に集中し続けたという。清和会議員婦人組合の中心人物で、安倍昭恵が代表であった時も、実質は清子が組合を運営していた。安尾は母ちゃんには頭が上がらないと発言している。また、内閣のメールマガジンで、自分にとっては、字には高静時には共済、また時には愛妻で、 時には喧嘩相手であるとインタビューに答えた。衆議院議員、田中真紀子は清子の髪型について頭の大きいご夫人と形容をした。ありがとうございます。